演舞開演。どうも、本日はこちら山崎というメーカーさんの山崎でしたね。3種の豆とベーコンとサラダを食べたり、山崎といってもあのパンのメーカーの山崎さんとは違いますよ。まあ当然ですね。あーお豆どんだけ入ってるのか、中身はこんな感じですね。いわゆるビーンズサラダというやつなのでしょうか。ではこういう風に見てた方が分かりやすいですよね。ではいただきます。食感を楽しむサラダですね、これ。お豆もベーコンもしっかり歯ごたえがあって、食感を楽しむサラダとしてとっても美味しかったのですが、味付けのドレッシングがちょっと癖があったかな。好みが分かれそうでしたので、自分は大丈夫でしたがこちらの点数とさせていただきました。でもこういうのがあると食卓が豊かになりそうです。ロボロおぼろ好き、ロックンロールを踊るな。なんかいろいろ混沌とした空気になりそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。